きなさおりのトリップステーション。はい、きなさおりのトリップステーション、三月三十日水曜日、午後三十迎えました。F. M. 小座のスタジオから、本日も生放送でお届けします。みなさん、こんにちは。つい。 つ、もう、つまったね。ついに、ついにですね、めぐちゃん。えー、もみあげにも白髪が生えてきた、きなさおりでございます。お年頃でございます。もう、隠しきれない、な感じでね。はい、今日も、ごめんね。もう間に合わなかったね、ボタンね。はい、ありがとうございます。さてですね、今日のお天気なんですが、 あの、午前中、風も穏やかだったんですけれども、風もね、穏やかだったんですが、少し風が出て、で、気温は23度、ちょっと、FM 小座の上空は曇り空、少し日差しが差してて、ただ、あの、雲も出てはいますけれども、日差しが、こう、なんだろう、じりじりとする感じは感じられます。はい。そして、乾燥してますね。目が痛かったり、あとね、喉が。 ちょっと痛いかなという感じがします乾燥している今日の沖縄という感じがします、えー、皆さんのいらっしゃる場所はどんな空の表情をしてますでしょうかこちらはちょっと曇ってきたかなという感じがします、はいえー、さてですねもう三月も終わりもう最終明日までですね三月もねあっという間の三月でした 出会いと別れの季節を迎えているわけですが、はい。まあ、そん、そうだからこの話をするわけでもないんですけれども、あの、昨日ですね、私は、私事で恐縮なんですが、あの、うちの母の命日でして、うん、あの、お墓参りに行ってきたんですけれども、あの、 もう元気だったら62歳。まだまだ若い盛りでありますけれどもね。お墓参りに行ってきました。昨日は本当にもお天気も良くて、本当に暑いくらいのお天気でしたで。うちの母のお墓はですね、中城にあるんですけれども、その中城の母のいる場所も FM こその電波バッチリつながってるんですよ。駐車場でずっと聞きながら。はい あ、ここ通ると思ってちょっと感動しました。はい。まあこの放送を聞いてたらちょっと怒られるかもしれないんだけど、お母さんにはね。えーで、うちの母もラジオが好きだったので、あ昨日う,う,うとうとしながらですね、なんか電波のなんちゃら発動みたいなのがあって、会えたらいいなーなんて思いながらう,う,うとうとしてました。はい。で、そんな母のことを思い出すと、 結構ですね、やっぱり別れたのは、お別れしたのはとても辛かったんですけれども、思い出すことは大体爆笑話ばっかりで、あの、<laughs> いっぱいあるんですけれども、特にあの、そうね、母が亡くなった時に棺の中にいろいろこう気に入ってた、 着物だだっったたりり洋服だったりあとハンカチであったりとかあと手紙を書いて入れたりだとか写真家族の写真を入れたりとかそういったいろんなものを入れて棺に入れてね送り出したわけなんですけれどもあのその時に妹と二人で二人でね二人っきりで内緒で周りには誰も誰にも言わず「ちカビだけでは足りないはずだからちょっとお金入れようか」ってことで千円札をね封筒に入れてこう具装へ旅立つ母にちょっと。 なんだろう選別みたいな感じで持たせたんですねそして四十九日の日の朝ですよあの母の弟私のおじにあたるんですけれどもおじさんのところの、ま、夢枕って言ったらいいんですかねこう夢に出てきて「1,000円しかないけど」ってちょっとクレームをね言ってきたらしいんですよあの。入れた本に私と妹に言ってきたわけではなくておじの方にね 1000円しかないけどっていうクレームを言うようなそういったキャラクターのね母でしたもう思い返したら本当にね楽しい思い出ばかりがありますけれどもそんな母と会いたいなと思っていた感じまあ今もそう思っていますがさてさてというわけではまあこぎつけですかこじつけですかちょっと強引かもしれませんが今日のメッセージテーマをですね発表したいと思いますよメッセージテーマはちょめちょめに会いたい ちちょめちょめめまたちょめちょめ使ってしまいましたすいませんねもう山城信吾さんには大変お世話になっておりますが「<laughs> はい、でちょめちょめに会いたい」。 いやあなたが会いたい人は誰ですか会ったら何がしたいですかいろんなことね想像することもありますけれどもそういったメッセージもお待ちしてますそして今日のスポットはですね中城村に焦点を当てたいと思いますのであのメッセージテーマと別で中城に関するお話でもいいですよ。後ほどまたあののゲストさんお呼びして中ぐすくの 中ぐすくエリアの魅力をね、紹介していただきたいなと思ってますので、そういった中ぐすくのお話、そういったメッセージもお待ちしています。でメッセージは76、761-at-mark-fm-coza.jp です。761-at-mark-fm-coza.jp です。ファクシミリは098-934-8653、934-8653までお願いします。また、f m 小座では、 ユ、えーストリームそしてツイキャスにて映像と音声も配信しています FM コザのホームページからアクセスしてみることもできますのでどうぞこちらもそちらもですねお楽しみください木田沙織のトリップステーションこの後4時までお付き合いくださいねでは一曲、えー、この歌をこの曲を選んだ理由というのはうちの母が大ファンだったっていう理由なんですけれども会いたうちの母が会いたかった人は 少年隊の東山さんとそしてこのリックアストリーという方ですね会いたかったそうですでは一曲目はリックアストリーで Together Forever はいメグ <laughs>、はい、でしたありがとうございますで改めて OK リックアストリーで Together Forever すいいごい、すごい。さすが。ずっと撮ってるの。うん、ええー、これ誰の携帯?。お母さんの?ん。あ、違うかお。お父さんがさ。うん、俺にあげてくれ。うん、バッテリー、大丈夫?。うん。<laughs> <laughs> そうそうそう全力の踊り心地もうあれだね春休みの思い出 fm 小座日記に書く日記にはい今日宿題やったかってよこっちやっとけ教えればからんだやった早いね3時に終わってるぞそっか宿題があるんだよねあるんだあるわあるわってあんたじゃあさ同級生と話してるのね思うよね思ってくるよね あのあのミショウさん足癖とかねお気をつけ遊ばせよ。そうだよラジオでも見えてるラジオ見えてるからね。えねええ何で？あっちあっちなんで見えてるわけないでしょ。ちょっと待って。そう動画だったね。これ動画なんです。何年生？二年生です。二年生。

きなさおおおりりののスステーション FM 小座タジオから生放送でお届けしておりますメッセージが届いていますので、まずはツイキャスからご紹介しますね。中野町の和樹さん。あ、さおりさんだ。トリップステーション。初めて聞くなって。え、そうでした。メッセージもらったような記憶がある。<laughs> <laughs> ありがとうございます。でも、最後までお付き合いくださいね。お願いします。え、あともさん、こんにちは。ありがとうございます。 え中城ですか、あの中中町の和樹さんです、ね、中城ですすねか流大近くの南上原でいいですか、南上原は町になりましたね、ああのエリアですね、私が住んでるとあすごい、見晴らしもいいですよね、素敵な町になりましたねというメッセージ、届いてます、そして、うん、吉弘さん、吉弘中村さん、えー、こんにちは。 今日のテーマちょめちょめに会いたいパフュームの歌詞、ゆかに会いたいです。あと、fm 講座の皆様笑いってありがとうございます。会いに来てください。どちらにお住まいなんでしょうかね。はい、ではでは。ではでは <laughs>、えー、今日のメッセージテーマはちょめちょめに会いたい。あなたが会いたい人は誰ですか？あったら何がしたいですか、えー、メッセージどしどし？ 応募お願いします。待ってます。メッセージは、七六一アットマーク fm コザ。jp ファクシミリは、零九八九三四八六五三までお願いします。では、ですね、今日はゲストさんお招きしておりますが、その前に、少しだけ、えー、観光ニュースをお届けしたいと思います。うん、琉球新報からニュースを二つお届けします。 でまずはクイーンエリザベス号のお話ですね世界で最も知られているイギリスの豪華客船クイーン・エリザベス号がですね26日午前那覇港トマリフ島ワカサバースへ初ししましたイギリスをはじめ日本,や日本やオーストラリアなど約2,000人の乗客が沖縄を訪れ首里城など県内各地の観光施設へと向かいました。 同船は同日午,午後7時に若狭バースを出港し次の寄港地の台湾へと向かいましたで2017年の3月にもまた沖縄にね寄港する予定だそうですよでこのクイーン・エリザベス号はアメリカカーニバル・コーポレーション傘下のクル,クルーズ船車キュナード・ラインキュナード・ラインん キュナードラインが運行ししてていいるそうですですす2014年年から3年連続で日本に帰港していますで海面からの高さ、見たことある方いらっしゃいますかね、今回ね、ご覧になった方いらっしゃるかもしれませんね、で海面からの高さが56.6メートル、うん、大きいです、そして建造費、約5億ドル、で当時の約5 500億円。 という値段だそうです。で初代のクイーンエリザベス号をイメージした内装が施されているそうですよ。料金は、えー、最低価格でも16万6千円からで2000万円超となるそうです。<laughs> い,いつか乗ってみたいです。そして、えー、今度はギノザソンからの話題です。 宜野座村の特産品の一つであるいちごを活用した村おこしが盛り上がりを見せていますよ。で道の駅ギノ座の2015年12月1日からそして16年3月3日までのいちごの売り上げは約3200パック3200パックと前年同期の約、えー、1200パックから約3倍と急激に膨れ上がったそうです。でイチゴ狩りも好調ですですす予約は4月は月ね えー、平日の一部を除き埋まっているそうですで生産加工流通販売が一体の第6次産業を将来的に見据えた地産地消に力が入っています。 で道の駅宜野座は村の特産品を使ったスイーツを生産販売しようと昨年10月からパティシエを本格配置味は同等だが形が規格外のイチゴを使ったケーキなどを販売していますで商品を安価で提供できる上に農家の収入増にもつながっているそうです こちらも食べてみたいですね。いはい。お待たせしました。マチカンティーでしたね。はい、では、本日のゲストを紹介したいと思います。ゲストさんはこちら。はい。ハイ、はい、タイグス幼虫がなびらナビラ。はい 琉球バス交通のバスガイド、日が、朝の八重びん、みいしちょうち、うリ、みりん、どうぞよろしくお願いいたします。あ、いたくぬ、にげそびらー。はい、よろしくお願いします。お願いします。すごい活体でございます。メンソーレ、FM コザよろしくお願いします。お願いします。私ちょっと緊張してるんですよ。実は。何ですかあの、尊敬するバスガイドとして、の先輩としても尊敬してますし、司会のお仕事だとかね、様々な方面で活躍していらっしゃる方なので、 はいちょっとドキドキまだ今のところ私ぶっ飛んでないでしょまあそれが緊張物語っているわけでございましてで今日は琉球バス交通より日が浅野さんお招きしましたはいよろしくお願いしますもう浅野さんと呼んでアー先輩といつも呼んでるんですけどねいつものようにいつものようにアー先輩 FM 小座沖縄市ですけれども あの沖縄市が大好きっていうふうにさっきお聞きして大好きというか私のですねパパが沖縄市ママが泣き人の愛の子泣き人と子さのハーフですそうそうだからおじいちゃんおばあちゃんとうとうめいも一番街の中にあるびっくりじゃないですか一番街に通りに階段の場で入り口玄関がある あの、どの辺か教えてください。あの、小坂井イの時に、小坂井イの時修学旅行で、ここがですね、なんだよ。はぁ、そうなんですよ。ごいですね。唐澤名は沖縄市、この。なんか一番外はね、小さい時からローラースケートで。ローラースケート、時代遊んい感じですね。はい。靴にはめるやつ。あの、光る現地のつが。フィーダウフリーダウみたいなね。 そんなサー先輩には今日は中城の魅力をお伝えしてほしいなと同じぐらい中城も好きなんですけどすは現在住んでまさっきねメールでありましたね南南今はね山陰とかってもうユニオンとかがねあってすごい都会に。 なりましたね。ですね。中グスクの三分の一の人口を占めてるんじゃないですかね。<あ>今中グスク二万人弱。そうなんです、ね。二万人。ああ。ま、うん、すけど、<ー>はいそこに住んでますよ。 海抜120から130ぐらい高いところじゃないかな高田屋敷の見晴らしは最高じゃかちょっと歩かないといけないんだけど南上原のあたりっていうとんか中城湾ですかねあれそうそうそうちょっと歩けば歴史の道っていうのがあってあそうなんですよ首里から中城まで昔歩いていた歴史の道っていうのがあって今それをまたきれいに整備して。 みんなのウォーキングコースになってもう朝のあのーうん、アガイティーだアガイティーだすごいも,い<あ>もう綺麗最高な場所ですねうんいいですねやっぱり中ぐすくと言えば、はい、もうここはもう見逃せないスポットなんですがやっぱりね。はい。 ありますね。中カグス城はア先輩の庭ですね。いいな、お城が庭行ってみたい。デート場所にしたいところではあるんだけどね。うん、そうそうそう。そのナカ城はやっぱり世界遺産に登録されてからですかね。やっぱりいろんなそう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 イベントもすごく多くて、まあここ最近でしょうね。で去年1年間では中カグス城あに来た。 来場客人人人万万もう結構増えてますイベントも頑張ってるんですけどそうですねイベントといえばあーさん先輩はねもう行ったことあるよっていう方いらっしゃるかと思いますけれども中久福城の「五三丸伝説」プロジェクションマッピングあれ素晴らしいですよめぐーちゃん行ったことあるかな 行ったことない。あ,のはい、あれは、あ、三、うん、の、三の車、まあ、各でも、あの、の城壁を使って。こう、ライトを当てるんですけど、ただのライトアップではなくて。この場面によって、あの、城壁が。 動いたりすするんですよで崩れたりとか色があって、ねねそ,ね、それを「さ様らとアマールの乱」をこう映像で映し出したものなんですけど約まあ20分ぐらいなんだけどまあその前にイベントがあったりとかそうですね。うんうん、映像とそして演舞と一緒に獅子舞だとか、はあ、あとエーサーとか本当に素晴らしい。 そうですね。私も一度だけしかまあ初回の時ですかね。最初第一回の時にあれは十二月だったよね。今もめちゃくちゃ寒かったんですけど。ちょっと十二月は寒いんじゃないということで一ヶ月ずらして今大体いい夫婦の日前後ぐらいのまあ土日でやってます。ああ我々の繁忙期の時でございますね。はい忙しい時なんですけどね。そうですね。そんなあのプロジェクションマッピングのイベントでも司会で。 活躍して、いらっしゃるはい、はい、そんなアーサー先輩、はい、日が浅野さんでございますが。はい、日が浅野さんにですね、うんうん、メッセージがたくさん,うん、うん。届いておりますので。はいうん、また紹介していきたいと思いますが。はい,はい。うん、ええとですね、えー、ラジオネームが。うん ゆうなとるいくんのママさんからです。ありがとうございます。あさー先輩、ユーストリームで見てるよって見てますかありがとうございます。とってもかわいい後輩です。あ、これは。そうなんです。名護からですね。名護。名護の。チュラカーギー。ありがとうございます。ありがとうございます。メッセージ届いてます。えっとですね、続いてもう一つありましたよ。ラジオネームが カリーな兵庫県人さんからのメッセージです。はじめまして、兵庫県からメッセージしています。でこちらは、桜が見頃を迎えています。今日のゲストは、リ竜バスの花。浅野さんがゲストなんですね。綺麗なガイドさんで、しっかり者の,のアンマー。いつもお世話になっております。<laughs> アンマーと呼ばせてらっしゃるんですかね。ね娘にアンマーと呼ばれてる、ね、そ,うそ,うそ,うそうですね。うんうん、はい、しっかり者の,のアンマー。いつもお世話になってます。リクエストは、 浅野さんも大好きな、ああ、やっぱり、シャカリさんのゆいまるでお願いします。もう、日が浅野といえば、シャカリさんなんですね、きっとね。そういうイメージ。もう大好きで、後ほどね、あの、おかけしたいと思います。メッセージ、ありがとうございます。また、後ほど、はい、メッセージ届いてますので、ご紹介していきたいと思いますよ。うん。 えもう一つツイキャスからですね上広さんありがとうございますお疲れ様です仕事の合間に拝聴していますよ会いたい人はミラジョボビッチですあ会いたいミラジョボビッチあれミラジョボビッチ知らないタカナが昔から苦手で、ね、ミラジョボビッチといえばあれですよ何、うん、だった <laughs> あれですよまだキャリーパーミューミラージョボビッチ、あれですあれ、あのゾンビが出てくるやつの映画の、んだった <laughs> あれ はいあれやあれさあれさ見てみまあれさバイオハザードのアクはい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 わかりましたはい会いたいですねかっこいいですもんねはい湯井隆さんミラジョービッチジョーボービッチさんに会いたいそうです世界はいありがとうございますバイオハザードハテナってありがとうございますもうすぐあのすかさずすけ 助っ人がね、メッセージきました。ありがとうございます。中ぐすくそん、また振り返るまたお話ししていきますけれども、この中ぐすくそんは近先週大きなイベントありましたね、そえば。江比蔵さん来ました、江比蔵。江比蔵さん来ましたよ、江比蔵さん。江比蔵さん来ました土曜日かな。ちょっと寒かったんですけど。そうでしたね、寒かったですね。寒かったんだけど、まあ 雨は降らず、ということで、その時も、あの獅子舞、中城の津波の獅子舞かな。出て、盛り上げたみたいですよ。コラボで。コラボ。その前かな、前、なるほど。歌舞伎の前に出て。でも、お城と歌舞伎って。すごいですよね。中城この何に、プロデューサーって言えばいいんですか。この企画する方々、みんなすごいアイデアマンじゃないですか。うん。もう中城。 がもう元気な村だから、<ー>もう明るい村、まあ村長をはじめ役場の人たちでた携わってる人たち、またこの場所もいいんだろうねきっとね、ああ<ー>、うん、そうな、ねねうんかグスク場、あとなんかグス好き私も、うん。もうこれからまたあ来たのねまず12月にはワカティダの集いって言って、うん、ワカティダってわかります？あの当時 旬に重視があるでしょ。その翌日の朝の太陽っていうのは太陽が生まれ変わって一番最初の太陽なのでですって。それを見に行くんですみんなで見に行くんですよ。見に行く。だから朝の六時も太陽が上がる時からたくさんの人でうん。十月にうん。十月二月全然違う。旬に重視のところ時だから。ああ。 あ、れすごい朝早くのイベントそうで結婚の疑問かな本物の本物の新郎新婦やって流走来てみんなの前で誓いあったりとかワカティーダのワカティーダのこの太陽を浴びながらわあ。まずこれ十二月でしょでまた一月はまあ初日の出見る人もいてでさっき言ったなキャリーパーミューパーミューそうそうその人月に来たと思いますあ、うん。うんそうでしたねそうでしたねでまた チュラガールズっていうイベントもあってファッションショーと同時に五大グスクエイサ沖縄の5つの修理城で西から行ったら何読みたらザキミ泣き人でカツレン中グスクのエイサー隊がここに集結中そう首里城でもなくそれをまた。

はい。もう、いよいよ、AKB ファンさん聞いてらっしゃいますかねこの番組多分聞いてらっしゃらないかもしれないんですけど、あの、AKB48 の全国ツアー47の素敵な街へというチーム8結成2周年記念特別公演 in 沖縄、メンソーレ春の8祭りというイベントが4月、もう来週すぐ、すぐですね。今週、うん あ今度の土曜日ですね,ね4月2日と2日の土曜日とそして3日の日曜日2日 2>,、うん、2日間2年目の最後の夜廃祭、はい、3年目ということで、うん、この2日間のイベントが行われますよ中くですすぐく上でですよ<う> AKB AK です AK <B>。<laughs> <laughs> しつこいね、しつこいね、で、それに伴ってですね。今、今日現在、三月二十八日からですけれども。あの、上セ、えー、中城城市の観覧場所の制限が行われてまして。で、記念運動場側、バ場、三の車の、もっと手前側って言ったらんですかね。駐車場に近い側、こちらが、あの。 イベントの準備をしているということで、一部だけ見ることができなくて、他のエリアはいつものように楽しむことができますという、そういうあの観覧の制限が一時的ですが行われているそうですよ。うん。で、その面相で春のエイト祭り、んトヨタプレゼンツ。 トヨタチケット代、ね、チケット料金が記載されてなくて、ですね、うん、あの日程を申し上げますと、2016年ですかもう今週ですね、4月2日、3日の土日、でかお時間が12時開場、お祭りが13時午後1時から3時まで、そしてコンサートがまたその後にあるそうです、お祭りがあって、コンサートがあるで。こちらのコンサートが5時開演 特設舞台を今現在作ってる途中ですねで入場は全席指定だそうです出,出,出演 <laughs> キャリーパーミューパーミューね <laughs> 出演は AKB48 <laughs> チーム8チーム8がもうどうしよう私ど,どなたうちなんちもいるかなうちなんちのメンバーも うち一人いなかったですか,か AKB48AKB ファンさん助けていらっしゃれば聞いてらっしゃればでチームエイトが出演されますよシャトルバスなどでも運行しているそうですで詳しいお問い合わせ先はですね「z e p ライブ e もうなんか何か内いだねこれね03の557551700355755170 55番。うん までお問い合わせくださいということで AKB48 すっごいイベント満載ですね<ー>中城,城すっごいですね、うんうん、中城には他にもですねいろんなあのおすすめスポットありますけれども、うん、こちらまた後ほど紹介していきたいと思います、うん、メッセージが届いているのでこちらでまた紹介させていただきますね太郎介さんありがとうございます。のほ チャオリン、チャオリンと呼んでく, <laughs> くれたんですね。チャオリン、こんにちは、こんにちは。ゲストさんです。今日のゲストさん、アーサー先輩ですよ。よろしくお願いします。タロスケさん、会いたい方は誰でしょう教えてくださいね、ぜひね。はい。そして、ヨシヒロ、中村さん、ジャンヌ、ダルクもよかった。ああ、ジャング、ダ だもう読めんさ「ジャング・ <laughs> ダルヌ」え「<laughs> ジャング・ダルヌ」ん「ジャンヌ・ダルク」じゃなかったでざいった旦ここでもう一曲紹介して中ぐすくのスポットまだまだありますので CM の後お届けしたいと思いますがどうでしょういきましょうかね、うん、<laughs> では私が大好きな「しゃかりの歌」の中から感謝の気持ちを込めましてありがとう。 入ります。 友達と思ってたけど同級生だと思ってたけど復帰っ子だよこれに入っていく芽さん,んどうするあす全国のこの話もいいんじゃないですかんうんこれも思っていくけどこれからやるどっちから芽さんど,どっちでもにんじんにんじんにんじん,にんじんだよね 沖縄市と一緒なのねハイビスカス。そうなんです。うん。クルチ、孫木。でも沖縄市のシノキってなんだろう。これじゃないの？一平違うか。いいこれ何、ね？いっぺいですかね。シノキ。何かね。しきしきってなんだろう。一平綺麗だね。 じゃあ、名産の話から入りの15分。の市は何だビロの木、ヤシの木。ヤシの木。クバ、クバ、クバ。ガサのクバガサの材料でね、<ー>ビロ あのセンター通りっていうのはこっちに、あ,<の>あ、センター通り、なんで、ね、この。向こうです。ゲート通りにあるやつ。あ、そうなんだ。 きなさおりのトリップステーション。本日も FM コザのスタジオから生放送でお届けしています。えー、今日のゲストは琉球バス交通より、日が浅野さんです。<ー>よろしくお願いします。すこの後4時までお付き合いくださいね。はいはい、メッセージが届いています。太郎助さん、ありがとうございます。会いたい人というか、ごっちゃんに会いたいです。私も会いたい、ごっちゃん。ごっちゃんってあるでしょ ごごごごごっちゃんエクササイズのごっちゃんでしょ。違うかな。あるよね。この間こっち来たんじゃなかった。FM エムことに。くっそー。<laughs> <laughs> もう少しだったな。仕事だった <laughs> っ。ごっちゃんに私も会いたいです。太郎助さんね、会いたいですね。はい。で、今日のテーマ、メッセージテーマは。 ちょめちょめに会いたいあなたが会いたい人は誰ですか会ったら何がしたいですかで募集していますさてさて中ぐすくの魅力についてアーサー先輩にはね伝えていただいておりますけれども中ぐすくといえばなんかすごい自慢のできるネタがたくさんありますね満載ですね全国で最もああこれわかりましたなんとこの中ぐすくはですね

じゃあ沖縄市どうなのかなっていう感じもするけれどもなんいか統計があるみたい待機児童がどうだとか放課後どうしてるかとかそういったトータル的調べの投票みたいなのが結果で子育てしやすい町ナンバー2全国でですよ2位でその理由に挙げられるのが待機児童 そういうこともあったりゼロゼロ今はゼロじゃないですよ今はゼロじゃないですしたことその年にね達成したことがあったというか。 無料なったたとかまああいいろろるみ3人ちゃんとはっきりしたこと分かんないけどもう私も嬉しくて全国2位だけしかも覚えてなくて中身っていうのがねわかんないんだけどでも本当に子育てしやすい町私も今しててね学生と今度幼稚園になる娘2人のあん馬なんですけどね母親なんですけど地域の人が育ててるって感じ。 一番もうすごい理想の国会だとか,か PTCA になってる感じですよね地域も入ってっていう。 そう地域の人がね、みんな誰誰の子供だねってみんなわかるよう。うん、本当に子育てしやすいなーって思ってる。本当にいいですね。なんか私たちが子供の頃ってそうだった感じがするんですよね。うん、地域の人たちがああ道歩いててまあれどこの誰々の娘だね。うんうん、私の場合は次男グリアジゴあののぼるのぶコーカルさみたいな感じでいつも言われてた。<laughs> うん、そんななんか今はそれないでしょ。うん、ないですよね。うん。うん なんか理想ですでもそうやって子育てができるっていうのはすごく羨ましいですねうん、うん、はいその話を聞いて中野町の和樹さんえっ、ー、中城子育てしやすい町なのっていうふうにメッセージ頂戴しましたしやすいんですって、うん、はい沖縄市ねうん話したいけどこれは捕獲問わずで一度取り上げてもらおうかな<あ>別の番組でね <laughs> っていうことで、うん、はいでそして中ぐすく特産、うん 品もあるんですよね。自慢できる。はい。まあ、さとうきびが多いっていうのがね、あなんですけど、あと伝承菊。菊ね。菊、菊畑沖木梨で言ったら。池原登川あたりも。多いですね。あとは何と言っても、島人参。黄色い人参。からだよ。美味しい。美味しいですよね。 あのレバーのおつゆね元気が出るっていうことで島にんじんの産地ってことはちょっとピンとこなかったですね私知らなかったかも結構ねケーキがこう島にんじんが入っていたりとかケーキにカステラかカステラに入っていたりとかそういう中野町っていうさ中ぐすくブランドとして 誕生しているということですね。はい。で、そういったあの自然との触れ合いのスポットとしては、うん、羽衣牧場があるそうですね。うんうん、羽衣牧場。ちょっと国道から奥の方にあるんだけど、河井八木さんがいっぱいいたりとか。で。ヤギの。 ヤギ乳あヤギ乳っていうのこれヤギミルクっていうのがねうん、うん、ヤギ乳牛乳じゃないからねヤギだからねヤギのヤギのね乳でつく たヨーグルトとかこれ多分中ぐすくの給食に出てきますよあ〜素晴らしいですねこう地産地消じゃないですかそれを一応目指してるみたいです地域のものを使うっていうことでねもう行ってみてください羽衣羽衣牧場行ったことあるって方いらっしゃるかもしれませんが私まだ行ったことないですねで年中無休だそうですよ八時半から朝は八時半から夕方六時二十分まで年中無休で あの事前に連絡をしていただければ、うん、かわいいヤギたちの牧場の見学もできるそうですよ。明もあるいヤギについてるとかガイド付きということで,、うん、で嬉しいですねこれはぜひぜひ、はい。年中無休ですでお問い合わせは、うん、098-963-5258番まで羽衣牧場ですねぜひ。 えー、お問いい合わせしてみてみくださいでもう1つ、またガラッと変わるスポットではありますけれども、うん、スカイスポーツプランニングブルースカイというソラ、はい、モーターパラグライダー、うん、乗ったことあるかな、メグは乗った私、ないんですけどなんか広告か何かでは見たことがあるんですが、うん、よく見ません、あのあっちの国道から。こう空あ そうですね遠くからは見たことがある,るあ遠,く、ね、遠くからと広告では見たことあるんで見たこと,たいなとはテレビとかでたまにね紹介されたなと思うんですけど,すけど何年前だったかな5年ぐらい前に、うん、あの模擬披露宴っていうことで、はい、あの司会をお願いされていたら、うん、このパラグライダーから新郎新婦が降りてくるっていう。 いろいろ考えごいいし、見に来てたんですよ、新郎新婦、どうやって降りてくるのかなって見たことないでもその時は残念なことに、風が強くて、できなかったんですけど、じゃあ、海から登場ということで、海から登場したんですけどね、海から登場、あのドレスで、これもまたびっくりではあるんですか、新郎が優しく、新婦のね、手を取り上げてね、もう一歩ない。 <で>すごいなあっていうこう模擬披露宴だったんですけどねいつかは、えー、どんどんこういうプランがね増えてきたらいいなって、ね、なちょっと怖いのもあるかなと思うんですけど,で,すけど、ね、でもまあ一緒の思い出にっていうことでねいいと思います、ねうん、モーターーータパラグラグイダーの高さは200メートルだそうですよ、うん、<laughs> じゃあ新郎新婦もその2 0 0ルの高さからこう降りてきてゲストのもとへ入場,、うん、入場っていう予定だったと。<う>今後 結婚お結婚お考えの方いかがでしょうかね,ね、はい、モータープランニングこう、はい、モーターパラグライダーに乗ってし、うん、登場っていう、はい、そういう演出もいかがでしょうかね2 0 0ルですよ多分でも高さ <laughs> 眺めてるだけで続々とする感じがしれますね、まあね広いだけじゃなくてね,ね、まあ、そうです、ね、しも<う>夏場がやっぱりいいかなそうですね綺麗、ね、な海上空からこうカメラ撮影 手に持って撮影することも可能らしいのであい、ね、まだでも怖い方はねそれどころじゃなうん、うん、ブル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 打ちるかもしれませんけれども <laughs> 一生の思い出にもなるかと思いますのでこちら中ぐすくのスポットの一つですよ、うん、ぜひね行ってみてチャレンジしてみてほしいなと思います営業時間というのが5月から8月夏場はですね10時から5時まで,、うん、で秋口からまあ春先にかけては朝は10時から夕方4時まで という,ふうに。で、年中無休ではあるんですけれどもその日の天候ですねやっぱり風が一番影響するようなのでその風次第っていうところもありますけれども是非 チャレンジ乗ってみてください。で中城村のくば、海側ですね。もう中城モールの近うん、うん。近くですよね。実際に模擬披露宴が行われたのが、このモール。うん、あ、中城村のあの砂浜に。まあ、そうそうそう、そうそうそう、すぐその横です。んなんかもう、うちなんちゅう地元の方でした。あ、あっちねってすぐピンと来ましたでしょうかね。うん、お問い合わせは、零、ゼロ九ゼロ、零九零。 六八六四三九三九までお問い合わせをしてみてくださいね。うん、中かグスのスポットを少し紹介させていただきました。中かグス城に始まりねねもっといっといっぱいかなと思うんだけどそうなんですよね。かね中かグス主なスポットということで今度はあのディープサイドをね,ねまたね紹介さらにいいところね見つけて、はあ、見つけていけたらなあと思っています。 では、また、ここで今日、メッセージ。本当に多くて、やっぱりアーサー先輩、大人気ですね。はあ、い、えーとですね。ラジオネームきなせんさん、ありがとうございます。ハイサイ、ウバステ山に捨てられたの、捨てられ型のきなせんです。これ、わからない意味があって、<laughs> 今日のゲストはハンマヨおばさんギャグのカリスマ。アーサー先輩ってって、あっさよって、<ー>局内ひいさがたが出してるはず、ね。<laughs> 今日はとりあえずやってないです。 きなせんさん、実はまだギャグが出てないわけよ、このアーサー先輩のね。4時以降って、4時から女って、この番組4時までだね。局内、ひいさがたがたしてるはずねって、空調24度に設定してます。寒いね。寒いね台湾から愛を込めてっていうことで、きなせんさんね。ははいい 彼女ね、しつこく、ニ送ってきてまして。同じこと <laughs> はい。で、ハイサイ、キナサー、そしてメ,あメグ、メグちゃんにも、<ー>はい。皆さん、こんにちは。久しぶり、あ、これ先に届いてたメッセージですね。久しぶりのキナセンです。今、昇進旅行で台湾にいます。<laughs> え、失恋じゃないよって。<laughs> 先日、先日、45歳になったら給料下がるって会社から通達があってさ、<laughs> <laughs> どこの会社で、ね、あ,あの会社ですね。誰が告げたかな <laughs> うん残念だね、45歳まであと5年あるさなんでって、それまでにどうにかなるんじゃない自暴自棄になっているわけよって <laughs> うん、やけになって台湾に行ってるわけね、いつかこの番組で。 いつかこの番組でテーマにしてねってしてして台湾では現地の方々に親切にしてもらって昇進の私をなだそうそうしているよウェルカムチュウェルカムチュだねバイバイでよ台湾から2通も送ってくるっていうことは暇なんだね。ででで台湾で見ることできるのこきのれ ででききててるるます見のかなもしかして見て,か見てて送っているんですかね、見てたら。あなたに会いたいよ。ん<ー>あなたに会いたいよ。<laughs> はい。えー、っとですね、まだまだメールが来てまして、さかのぼって、一番先に来てるのかな。はい。ありがとうございます。ラジオネーム、みゆやいびんさんからです。ありがとうございます。なんか久しぶりのメッセージかも。はい、さーい。 日なさ、今日も「あげあげかな振る」って「あげあげ」これ先々週私がぶっ飛んでるのをさっき YouTube で見たらしい最近は YouTube で後から聞く週が多くてってで今日のテーマは「ちょめちょめに会いたい」だそうでもう妄想が止まらなくなるテーマだねっ <laughs> てそうだねで昨日から妄想してたらさ「はっさ昨日の昨夜の夢に出てきたよ」って私の会いたい人それは。 三代目 JSOULBROTHERS のいまいちリュウジで当たってるリュウジ君。あったら目の前で私だけのために歌ってほしいさーってそうはいかんよ, <laughs> かよドライブもしたいさーって歌う,歌うかもねドライブもしたいさ飾っておきたいさーとにかく独り占めしたいさーってアラフォーの勝手な妄想やいびんちなみにちなみに今日は三代目の アルバム発売日。あ、うそうなんですね。三代目 JSOULBROTHERS の、ーこれも言いにくいですね。キャーリー・パーミュー・パーミューと一緒でね。三代目 JSOULBROTHERS のアルバム発売日、<laughs> アイビー。では、またメッセージします。バイビー、今日も飛ばしたきなさんを<ー>期待してるよって。<laughs> あの、一時代にメッセージをくださいました。本当にありがとうございます。私、今日飛んでないみたい。なんだか飛んでないみたい。飛んでるのも見てみたいな。ぶっ飛んでたよ、あれは。あれでて。<laughs> うーん。 えっとですね。もう一つメッセージがあったはず。あはい。もういつ行けますかね？はい、ラジオネームがですね。ゆうなとるいくんのママさんあありがとうございます。ますえー、初めまして,て。今日は。 私が一番会いたい人がラジオに登場するようなのでメッセージを送らせてもらいました。でその人は私が落ち,つ落ち込んで元気がない時に変顔して笑わせてくれます。その変顔のレベルがすごいのです。あ、ツイキャスでぜひね、お届けできたらいいんですけど、どうでしょう。で、そのハイレベルな変顔のおかげで笑顔になり元気がもらえます。職場の先輩として、母として、一人の女性としてすごく尊敬しています。私は、 新しい授業を始めたのですが、授業を始めたのですが、さまざまなことに挑戦する先輩のように、家族を大切にし、仕事も楽しみながら、アクティブに生きていければなと思っています。浅野先輩、いつも私を笑顔にしてくれてありがとうラジオ楽しんでくださいというメッセージでした。ゆうなと,とるいくんのママさん、ありがとうございました。あ ちょっぴりし、ちょっぴりごはしかないです。アーサー先輩、本当に。え、もう、りがとうごといてるね。うると来てるね。はい。今日はですね、お聞きの皆様、ゲストにお迎えしましたのは、琉球バス交通より日が浅野さんでした。たくさんのメッセージ、本当にありがとうございました。朝浅野さんもありがとうございました。またぜひ遊びに、今度はディープな中すく、紹介しに来てくださいね。ありがとうございます。では、今日もですね、たくさんのメッセージありがとうございました。この後、DJ モーリーさんのアジクータラジオ でお楽しみくださいそして来週も元気な笑声でお会いしましょう by なら <laughs>